ピーター・ラビット、ピーター・ラビット、ピーター・ラビットは、ビアトリックス・スポターの自動書に登場する主役キャラクターであり、シリーズ作品の総称ともなっている。ピーター・ウサギと翻訳されている場合もある。1893年9月4日に、ビアトリックス・スポターが友人の息子に宛てた絵手紙が原型である、同日がピーター・ラビットの誕生日とされる。年には、 初の本、ザテール・オブ・ピーター・ラビット、日本語タイトル、ピーター・ラビットのお話、ピーター・ウサギ、ピーター・ウサギの冒険が出版される。ピーター・ラビットシリーズの累計発行部数は、全世界で2億5000万部を超え、日本の福音館書店版は1300万部以上が発行されている。また、第一作の、 ピーター・ラビットのお話の発行部数は全世界で4500万部を超える。日本では福音館書店版でのピーター・ラビットという表記が最も一般的なものとなっているが、日本以外の多くの国ではピーター・ラビットを各国の言語に翻訳したタイトルで出版されている。日本でもピーター・ウサギというタイトルの翻訳も存在する。詳しくは口実。 ビアトリックスポーターの最初の本で、ピーターと彼の家族が紹介された。ある日彼の母は、森で遊んでいるピーターと彼の姉妹、フロプシー、モプシー、カトンテールを置いて市場へ出かける。母の言いつけを破ってピーターは、マグレガーさんの農場へ忍び込んで野菜を食べ、マグレガーさんに見つかり、追い回される。辛くも逃げ出すことができたが上着と靴をなくしてしまい、それは、 マグレガーさんの新しいカかしへ使用された。ピーターのいとこ、ベンジャミン・バニーは、マグレガー夫妻の留守の間に、ピーターの服が未だにある庭へピーターを連れてくる。前夜の雨のせいで、服は少し縮んでいた。ピーターの服を取り返した後、彼らは、ピーターの母のために玉ねぎを盗むが、マグレガーさんの猫に捕まる。幸運にも、彼らがいないことに気づいた、ベンジャミンの父に助けられる。 ピーターは、ベンジャミンと共に、この話で、ティギー・ウィンクルが、他の衣服の中のピーターの上着を作ろう場面で、言及されている。ジンジャーという猫と、ピクルズという犬による雑貨屋の精水の話で、商売の概念が子供にもわかりやすく解説されている。ベンジャミンとフロプシー、そして彼らの子供らがレタスを求めて、大人になった、ピーター夫婦の家にやってくる。 ベンジャミンとフロプシーの子供たちは悪名高い穴熊、トミー・ブロックに誘拐される。フロプシーがトミーを入れた、ベンジャミンの父へ怒りをぶつけている間に、ベンジャミンとピーターがブロックの後を追いかけると、彼はトッド、アヒルのジマイマのお話に登場したキツネに、そっくりのキャラクターの家へ隠れる。トットは、彼のベッドに、穴熊が寝ているのを見て、水の入ったバケツをトミーへ落ちるようにセットする。 しかし、罠を作動させる前に彼は目覚め、二匹は掴み合いに入る。それを見ていたピーターとベンジャミンはその間に子供を救出する。最も古い日本語訳は、1918年に子供の友、夫人の友者発行に掲載されたものとされてきた。しかし1906年11月に発行された、日本農業雑誌、日周社、現、読売新聞社刊に、 おとぎせいたずらな小うさぎ、松川二郎によるわけというタイトルで一部に日本向けアレンジを加えた日本語訳が掲載されていたことが2007年に判明し、それまでの世界最古の外国語訳とされてきた112年発行のオランダ語訳をもさらに遡る翻訳と認定される可能性があると報道された。また実業の日本社の幼年の友1915年。 第2から4号に、ピータロートというタイトルで日本語訳が掲載されていた。大東文化大学教授、河野義秀の研究により、著者として記されている、海岸が、官僚時代の下村博、氏、海岸である、可能性が高いことが、2015年判明したと、報じられた。紙芝居は、早くからあったようで、高橋五三作、ヒルタサブロへ、浜田広介監督の、 ピーターとは1938年、幼稚園紙芝居第11集として出版されている。書籍として、最初に発行された日本語訳は、1949年に、世界社から出版された、天が落っこちてくる、アメリカ童話集初集の、ピーターウサギ、島手領著、松田文優へ、および1956年に、公文社から出版された吉夏也訳、三つよしなつ セオ太郎への世界新名作動はピーター・ウサギの冒険とエンゼル社から出版されたホリオ聖主文、匠工美術、坂井義江撮影のピーター・ウサギ、エンゼルブック人形絵本17である。続いて1965年に講談社からなす達造役山田三郎への世界のお話、ピーター・ウサギ。1969年に改正社から岸田エリコ役。 三吉関屋へのピーターウサギの冒険。1971年に、オーブン社から旗の務む子分け、赤坂包つつ夫へのグロースターの洋服屋さんなど、複数の翻訳が出版された。1971年11月に、福音館書店から石井桃子の翻訳で、ピーターラビットのお話が出版され、その後、順次、ピーターの登場する作品が翻訳出版されると、日本では、 福音館書店版が、いわゆる定本とみなされるようになった。その他、八木田ノ子役、岡松マ子役、正木瑠璃子役、北村正夫役、中川理恵子役などが出版されている。1980年から1990年代まで、キューピーマヨネーズが、CM のイメージキャラクターに起用したのをきっかけとして、ピーター・ラビットの登場キャラクターをデザインした。 ビニーマヨネーズが今日まで売りされ続けている。また三菱新宅銀行、現、三菱 UFJ 新宅銀行では1988年からイメージキャラクターに起用され、同行が2005年10月1日に UFJ 新宅銀行と合併した後も、引き続きキャラクターとして使われている。三菱 UFJ 新宅銀行市会社三菱、 UFJ 不動産販売もキャラクター採用している。また2007年には映画の公開をきっかけとして小豚のピグリンブラドがサントリーだからのイメージキャラクター。2014年にはイライジャウッドと共にトヨタ自動車のミニバンノアのイメージキャラクターとして採用されている。現在一部の図書カードの柄、長島スパーランドや埼玉県。 子供動物自然公園のイメージキャラクターとしても使われている。長島スパーランドでは2003年10月よりイメージキャラクターとしてピーターラビットのライセンス契約を世界で初めて締結し、園内でサンダル浮き輪などのグッズ販売も行う。埼玉県子供動物自然公園は大東文化大学の東松山キャンパスが隣接しており、加えて同学の図書館、 英米文学科がポターに関する貴重な資料、書籍、原画等を所蔵していることから、同公園内には、大東文化大学ビアトリックス・ポター資料館も、開設、一般公開されている。本シリーズの絵本で使用されている各種の絵の、著作権保護期間は、日本国内においては2004年、平成16年5月21日に満了となり、以降は誰でも、 この絵柄を使用することができる状態にある。一方、日本における本シリーズの著作権管理を担当していたコピーライツジャパン社は著作権保護期間満了後も同社が契約する会社が販売するピーター・ラビットシリーズのキャラクター性に著作権保護がなされていることをほのめかすマルシーマークの表示を求めていた。この行為について、 ピーター・ラビットシリーズのキャラクターを使用した商品を著作権保護期間満了後に反することを考えた株式会社ファミリアはコピーライツジャパン社にファミリア社の製品の販売差し止めを申し立てる権利が存在しないことを確認し同時にコピーライツジャパン社によるマルシーマーク表示の差し止めを求める訴訟を大阪地方裁判所に起こした本訴訟の判決は2007年 平成19年1月30日に言い渡された。コピーライツジャパン社がファミリア社の商品販売差し止めを求める権利を許さないことが認められた。また、マルシーマーク表示については違法性が低く、一般不法行為性がないものとされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。